こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回はパルダリウム的なものを作ってみたので紹介します。30センチのキューブ水槽にパルダリウム的なものを作ってみました。全体図はこんな感じです。水槽台に乗せています。一番下にハイドロボールを入れています。上から鉢底ネットをかぶせて、その上にアマゾンソイルというアクアリウム用のソイルを乗せています。壁面にはウエレル君と造形君を使って苔などを貼り付けられるようにしています。右側から水槽の中が見えるように正面と左側だけ壁を作ってみました。石は主文石を使っています。もともと持っていたものとジャムさんで買い足しをしたものを合わせて使っています。主文石はピンク色のような感じの石です。白とか赤とかが入っています。キラキラしていてとっても綺麗なんですが、私のレイアウト力が足りないので、ちょっとね、肉の塊のように見える時もあります。流木はチャームさんで購入した極細ルーツウッドを使っています。細かい木も入っているので、自然な感じを出せたかなと思います。50g 入りのもので2セット購入したんですが、2つの中からいいものを選んで使っています。だいたい1袋ぐらい使ったかなと思います。床にはカモジゴケを敷いています。カモジゴケは強くて扱いやすい苔だそうです。多少の乾燥にも強いそうですが、多湿の環境でもよく育つそうです。高温を避ければテラリウムなどにも使えるそうなので、床だけではなく壁面にもたくさん使ってみました。この環境でよく育ってくれるかどうかはまだ謎なんですが、今のところ枯れてはいません。植物を紹介していきます。まずはこちら、ベゴニアネグロセンシスです。ピンク色がとっても派手なベゴニアです。ちなみにベゴニアはカットした挿し木のものなどを使っています。お次はこちら、ベゴニア SP ジュラウボッチ株です。この子もメタリックなピンクがとっても美しいベゴニアです。ちょっと大きくなるので、後ろの方に挿してみました。少し手前にもう一株挿しています。ちらの手前にもベゴニアネグロセンシスを植えています。そしてこちらはジュエルオーキッドです。品種名はアネクトキルス・ロクスバーギー・ゴールデンハートです。水槽をパッと見た時に一番目に行く場所に挿してみました。この子は見る角度によってゴールドだったりピンクだったりオレンジに見えたりする子なんですよね。ちなみにこの子は先日尾崎フラワーパークさんに行った時に購入してきた子です。お次はこちら、ラビシア SP スマトラです。この子は葉っぱが大きくなるそうなんですが、ちょっと崩らせてしまっているためか、全然大きくなってくれません。こちらにはベゴニア・ボウエレ・ニグラマルガとタイガーを挿しています。この2つは小型ですが、かなり増殖していくので、少し控えめに植えておきました。シノムゴケと一緒に植えたので、ちょっと雰囲気が出たかなと思います。こちらの水槽には植物育成ライトを当てています。持っていたブリームの植物育成ライトが水槽台にぴったりサイズだったので、マグネットフックを使って吊るしています。ちなみに台の一番上にはボトルアクアを置いています。普段はこんな感じで水槽には蓋をしています。こちらの蓋はアクロスーパークリアのテラリウム用の蓋です。ちょっと密閉しすぎるかなとも思っています。角にシールなどを貼って通気を確保しようかなと考え中です。隣に空いている水槽があるんですが、こちらには何を作ろうかなと今迷っている最中です。お水を少し張ったアクアテラリウム的なものを作るか、もしくは同じようなお水を入れないパルダリウム的なものを作るかでちょっと考え中です。また制作した際には動画にしますね。レイアウト力がないので遠目から見ると肉の塊が積み上がってるように見えなくもないですが、なんとなく形にはできたんじゃないかなと思っています。そして以前動画にしたこちらのパルダリウム的な水槽も順調に植物が育っていってくれています。ベゴニアもかなり順調ですし、壁面に貼り付けた苔もなかなか調子が良さそうです。またこちらも詳しく動画で紹介しますね。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピメリーでした。またねー。